金沢の繁華街、香林坊から西へ徒歩5分のところにあるのが長町武家屋敷跡です。そこには曲がりくねった狭い路地に沿って黄土色の土塀が続き、まさに武家文化の香りを色濃く残すエリアとなっています。かつてこの一帯は加賀藩の中級下級武士の住居が立ち並んでいたところで、加賀百万石の城下町といった風情を感じることができます。金沢にはいくつもの用水が流れていますが、武家屋敷跡に沿っても金沢最古の大野小用水が流れ、そのせせらぎは訪れる人の涼感を誘います。石畳の路地は何度も折れ曲がりながら続いていますが、これは敵の侵入を少しでも遅らせるためで、甲州流の兵法で作られたものです。12月になると雪害から土塀を守るために藁で編んだコモがかけられ、冬の金沢の風物詩となっています。屋敷のほとんどが今も生活を営む住まいなので、外からしか眺めることができませんが、武家屋敷跡野村家は唯一内部を公開しています。長町武家屋敷跡の一角に金沢市足軽資料館があります。金沢に残されていた2軒の足軽屋敷を現在の地に移築したもので、移築前まで住居として使われていた建物です。館内では足軽の生活を解説したパネルや半世紀時代の生活の様子が再現され、足軽の質素な暮らしぶりに触れることができます。まさに長町武家屋敷跡一帯は江戸時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わえるエリアです。